にちは。フェルナンドの食べチャンネルにようこそ。治安の問題もあり、現地ツアーを対応しました。今日はナスカ日帰りです。ナスカは意外と距離があり、片道4時間です。それではどうぞ。1月25日、リマの空港近くの宿で目覚めます。7時に迎えが来るので、6時半に朝食にしてもらいます。本日は日帰りでナスカの地上へ遊覧飛行に行きます。この日は私以外申し込み者がいなく、プライベートツアーになってしまい、高いものになってしまいました。11時にピスコ空港着だというが、リマ市内の混みようは尋常ではありません。7時台が一番混むようですが、本当に着くのでしょうか。速度を走りますが、どこもかしこも車だらけです。こんな状態とは想像していませんでした。リマの中心が見えます。2010年にこの地に来たことがあります。リマ市街を過ぎると道は快適になります。海岸沿いを走ります。ビーチが点在します。砂漠の中にある白い建物は鶏舎だと言います。途中お土産屋さんに立ち寄ります。1ドルでコカ飴を買っただけでした。砂丘を切り開いてできた道のようです。ピスコ方面に向かいます。街中を抜けたところに空港があります。空港には予定通り11時に着きました。空港は驚くほど立派です。遊覧飛行だけの空港なのに、これだけの施設が必要だったのでしょうか。これらの地上絵を観察しに行きます。いくつ確認できるでしょうか。セスナ機が待っています。乗客は私入れて総勢10名です。ナスカの上空までは約30分かかります。ナスカまで車で移動して、そこから飛行機という方法もありますが、それだと時間がかかりすぎて、リマからの日帰りは無理です。この辺り、砂漠にできたオアシス都市というイメージです。ナスカに来ました。リマとナスカの位置関係です。最初に見えてきたのはクジラです。どこにクジラがあるのでしょうか。アップにします。世界遺産のナスカとパルパの地上絵です。セスナ機は左右の乗客にそれぞれ見やすいように機体を90度傾けます。左に傾けているところです。そして今度は旋回して右に傾けます。乗り物酔いすることはほとんどない私でも、今回は酔い止め薬を飲みました。宇宙飛行士です。名前は見方によって様々ですが、空港でもらったパンフレットによります。ナスカで一番有名なハチドリです。雲です。確かに上空から出ないとその全体像が分かりません。
何のためなのか今でも解明されていません。その後のオウムと手の部分は動画で撮りました。そんな地上絵の地域をパンアメリカンハイウェイが分断しています。現在は保護地区として指定されています。約20分遊覧しピスコに戻ります。ペルーの海岸沿いは砂漠です。ピスコに戻ってきました。地上絵遊覧はこれにて終了です。プライベートの送迎も高かったのですが、他の旅行者に比較すると良心的でした。砂漠の中の道をリーマへと戻ります。途中レストランに立ち寄ります。はあ、やっぱりビールです。食事はペルーの名物セビーチェをいただきます。セビーチェとは魚介類のマリネ風で、日本人に好まれる献立です。会長にリマ市内へと向かいます。リマ市街は相変わらずの大渋滞です。夕食は宿の近くのこちらのレストランでいただきます。ワンタンスープをいただきます。実はここで飲んだビールが最後で、しばらくビールなしの旅が続くことになります。体調が優れません。長旅の疲れが出てきたのでしょうか。そうならないように考えたつもりですが、甘いですね。このことが明日からの旅に大きく影響してきます。いかがでしたか。ナスカの地上絵はセスナに乗るしかありません。明日はワラスです。ご視聴ありがとうございました。